ああ鼻が詰まっちゃって。アレルギーっすね、にゃんちゃんの。よいしょ。よいしょ。あらら、ごめんなさい。よいしょ。老いには勝てませんからね。老いては子に従え。してね。やっぱりね、若い者に花を持たせるっていうね。あの人には花があるっていう言葉があるじゃないですか。風刺家伝っていうね。はい。紅茶家伝なんかでもね、使われてる言葉が風刺家伝っていう書いた方がいるんですけど、能の世界で、ね、日本に広めた人なんですけど、あれなんで音楽止まった、違うな、なんでだろう、やなちゃんな、猫の持ってくるの忘れちゃった、トイレ。まあいいや、お散歩先行こう。よし、その先行こう。ねえ、未来くん、言霊だよね。恐れず恐れず、怒らず悲します。1月6日ね、3時、市長室でね、市長と面会になったんですけど、録画ができないってことなんですけど、皆さんこれどういうことなんですかね。録画はしないでください、 YouTube の取材で行きたいって言ってんのに録画はやめてくれって言うんですよ。でもね、それを知りたいから取材してきてくれっていう人がいるわけだから、録画ができなかったら録音だけはさせてもらいますよね。録音は自由ですからね、これちゃんと言えば録音は自由ですから、違法ではありませんから。あ、昨日 TX3000 さん来たんで、 TX3000 さんに聞きたかったな、市長の件どう思ってんのか。
年明けて1月ね、中学生たち学校行くまでも会えないですね。もう冬休みですね、中学生たちも。何をビビってんの、未来君は。こっからこっちは俺が行かないと来ないんだもんね。いやー年越せないよ、やばいよマジで。手切りました。なんで手切りました。手血出てんだけど、どこにぶつけたんだろう。めっちゃ手痛いんだけど、気がつかないうち怪我してる。なんで。いやー今日はクリスマスだぜ。よいしょ。なんで。で、払いたまえ、清めたまえ、守りたまえ、節制たまえ。払いたまえ、清めたまえ、守りたまえ、幸恵たまえ。昭和40年4月4日生まれ世紀11、雨の水上様、お助けいただきまして本当にありがとうございます。今日も絶好調、最高。言霊、必ず、自分が何気に使っている言葉が、自分の人生を左右します。愛のある言葉を使いましょう。人に指図しないこと、偉そうに物を言わないこと。人にね、偉そうに言える人なんか誰もいないですから。みんな自分の責任で生きてるんで、ほっときましょう。餌がないわ、餌がないよ。ねんちゃんもいないっすね。お金もないのにこんなことやってかよ。お金がいいんだよね。愛はあるんだけどな。おいおい、行こう。自分ではクリスマスケーキもチキンも食べずに、犬やにゃんこに。いずれいいことあんだろう。おい、おはよう。喧嘩してんの、そこで。喧嘩してんの、ほら。喧嘩しない、喧嘩しない、喧嘩しないよ。
終わった。喧嘩しない、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 終わった。喧嘩しない、終わった。喧嘩しないね。逃げたの、あの子は。喧嘩しないよね。尻尾ないんだ。で、餌場に来て喧嘩してんだ、餌食えるから。大きいかんだ、この番で。向こう側にもいんのかな。消し、消し、消して。クリスマスなんだし仲良くしなよ。未来は俺を置いて帰った。やっぱりすっかり俺を置いて帰ったの。昨日と一緒パターン。マジ本当に帰ったなあいつ。いや信じられない。未来って本当すごいな。あの子は賢いんだかバカなんだか